M&A センターさんの部長さんだとどれくらいもらえるんですか？1000万から1億ぐらいの間ほう。というようなイメージ。なるほど。じゃあ、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。M&A センターで最短で部長になった竹川さん初登場ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやね、石澤を元オーナーの、はい、案件を裁くことをきっかけに知り合った竹川さん、はい、ね、最短で部長になったんですか？最短で部長になりましたね。そんなにすごいんですか？かなりすごいですなんでそんな良かったんですか？もうまず寝ないですね、ほう。もう24時間働きます。ほうで、精一杯誠実にやるっていう、ほう、まあ、それを積み重ねて、ほう、まあ、ご評価いただいて、ほう、最短で。すごいですね。何年でなったんですか？4年でなりました。はあ、すごいですね。5年目からですね。それ。へえ、はい。そんな人にね、はい、フランチャイズチャンネルの特別顧問になっていただいてありがとうございます。これからいっぱい FC 関係の案件が来るはずだと思ってますんで、それをいろいろ裁くのに、お力をお貸しいただければと思います。ぜひよろしくお願いします。さらに、あと僕はね、引き必要だったんで、いろんな M&A とかですね、オーナーチェンジうまくいったんですけれども、まあなかなかみんなね、うまくいかなかったりとか、そういういい出会いに、巡り合えないかもしれないし、あとはね、石澤さんは、M&A センターに何で問い合わせたんですか？公式ホームページのお問い合わせフォームからで、それで竹川さん登場したじゃないですか。そうですね。いい部長がその問い合わせフォームで担当してくれるんですか？はいはい、しないです、ね、はい、ですよね。す、はい、普通そんな下っ端がその問い合わせフォームとか対応しますよね。そうですね。あと名だたる企業様とかであれば、よしってなるんですけど。そうですよね。こんなね、無名の塾2件、ね、年商いくらだったんですか？9000万ぐらいです。年商9000万の細かい案件を、はい、ね、超利益率の高い M&A センターの部長さんが、はい、その問い合わせフォームで行ったらなんか電話かかってきたんですか？そしたら、あの、本当にすぐにご連絡いただいて翌日にじゃあ会いましょうみたいな感じで、はい、うん、翌日には渋谷のカフェでお茶してました。いや、それ本当に引き必要ですよね、はい、これはめちゃくちゃ強いと思いますなので皆さんも事業買いたい売りたいっていう時にね、困ると思うんで、まあ、顔がわかる人がいるといいと思うんですよね。はい、気軽にそういう細かい案件でも問い合わせフォームを送っていいんですか？全然大丈夫、問題ないです。年商いくら以上ならいいんですか？できれば1億以上ぐらいがいいですけど。なるほどね。ただ5000万円のお客様もいましたし。あ、そうですか。年商からあまりお客様自体で判断するよりは、話聞いてからどうかなっていう選択肢なんのかなっていう方がいいと思います。まあね、それもね、あの、石澤さん言ってましたけど、他のね、 MA のところではなんかあれでしょ、対象外になってたんでしょ。まあ、ざっくりとしたこの年商と、まあ、利益とみたいなのをまあお伝えしてフォームからこう問い合わせするんですけど、うん、その時点で、あ、すいません、多分それくらいの規模だと、あの、うちでやると手数料負けしちゃうんで申し訳ありませんみたいな感じで、あの、お断り過ごされたところもあります、ね、けど竹川さんから見たら石澤さん案件はいい案件だと思ったわけですよね。いけると思いました、ね。ですね、会社というよりは、はい、判断した人がど素人ってことですね、はい、どういう点が素人なんですか？それは売上と利益だけで、はい、事業の得意性だとか持続性だとかっていうのは分かんないんで、はいはいはい、やっぱりオーナーに話聞いて、はい、どうやってその収益上げてんのと、それって続くの、はいはい、もしくは人が変わってもできるのっていうような総合的な判断しないとできないんですよね。だよね。けど人が変わってできるのっていうのは、それはフランチャイズ強いですよね。めちゃくちゃ強いです。ちなみにまあね、石澤さんの案件は非常に細かい案件だったとは思うんですけど、はい、一番扱ったのが大きい額のはどのくらいのがあったんですか？株価でいうと 4,50 億ぐらいのものがありました。それは何系の企業だったんですか？建設かな。M&A センターさんはいくらぐらいも多かったんですか？手数料でいうと大体売りオーナーからいただいたので1億2000万ぐらい。なるほど。じゃあ50億ゲットした人が1億2000万をもう、そうですね、を払うわけですね、はい、買った側は同じように1億2、3000万。ほう、じゃあ一つの取引で宝くじ当たっちゃったぐらい入ったわけですね。そうですね、そうです、ね、それがじゃあまず会社に入ると。そうです。担当者にはどんくらい入るんですか？私が前に勤めてた会社では、いろんなテーブルがあるんですけど、ほうほう、なんか評価項目があるわけですね。そうですそうです、はい、ざっくり言うと 1% から 10% ぐらいという感じですね。つまり1億2000万、1億2000万もらったから2億4000万、はい、まあ、それでじゃあ計算しやすいように 10% だとすると、はい、2400万円がお給料に加算されるみたいなイメージ。そうですね。ただそれを1人ではやらないので、ほう、2人とか3人でやるので、その案件は2人でやったんで、ほう、1200万ずつっていう感じです。はあ、
1取引で1200万入ってきて夢ありますよね。すごい夢ありますね。しかもサラリーマン、確かにね、すごいですね。雇われながらね、はい、そういう一撃でっかいのを決めたら。ちなみに石澤さんの案件ではなく、はい、それ大してもらえなかったよね。それに比べたら石澤さんのはあのやっぱり特別、割引顧問として、はいはい、割引をしたので。なるほど、はい、ついでに聞かせていただきますと、 M&A センターさんの部長さんだとどれくらいもらえるんですか。業績によりますけれども、僕じゃなくてですよ、はい、1000万から1億ぐらいの間、ほうというようなイメージ。なるほど、じゃあ1000万保証されてる。保証されてる、そんな感じです。だけど手数料をいっぱい頑張ったら1億ぐらい、1億いく、1億超えると思うんですね。はあ、超える人もいる。それは結構一時的ですよね。あ、一過性やね、はい、1億毎年ずっともらい続けてる人がいるとはない。ないですね。竹川さんどれくらいいただいてたんでしょうか。私は一番もらってる時でいくらだと思います。ねえ、多分ほとんどの人は言うても私1000万とか2000万ぐらいだと思うんですよ。あ、おっしゃる通りですね。なんで部長さんなんで、はい、まあ、3000万ぐらいですかね。あ、その2倍ぐらいを、いただいたことはあります、はい、すごい。染めて6000万って聞いたことないですね。なかなかないんじゃないですか。みずほ銀行とかだったら役員でもらえるかもらえないかみたいです ね、はい、でもその時30代ですよね。 もちろんです、ね、30代で6000万いったってことだよね。もう30代です、ね、あ、そっかそっか、はい、ですよね、はい、それは夢ありますよね。それは夢ありますし、お客さんに感謝されますし、うん、あの本当にやりがいがありますね。今、はい、M&A センター結構人気の就職先ですか。まあ、人気だと思いますよ、ね、やっぱりそれの先駆者ですし。その M&A センターの前は何されてたんですか。商社に勤めてまして。商社 M&A センターで、はい、今独立と。そうです。なるほどね。それでね、あの自分の会社もやりながらフランチャイズチャンネルにも出ていただいて、ということでね、特別顧問として、はい、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ今、はい、どういう案件が高値つくんですか。新聞とかで取り沙汰されるのは IT とか、うん、AI、DX ですけど、うんうん、あれはやっぱり一般市場かというよりは特筆すべきものなんですよね。ほう、一般市場でやっぱり値段がつくとすると、うん、資格者とか、ほう、例えば建築土木でも一級土木の、あ、なるほどね、施工管理士がいるとかですね。ほうほうほう、資格者をきっちり抱えて、属人性じゃないビジネスっていうんですかね。なるほど、まあ、ちょっと有資格者でいうと、例えばうちだと治るっていう生態をお手伝いしてるんですけど、鍼灸師とか、あ、そういうのをいっぱい抱えてるというか、そういう有資格者ばっかりでやってますとか、そういうのはちょっと違う。そういうのも、その、ビジネスでは多分必要だと思います。ほう、今 5G じゃないですか、はいはいはい、でも次 6G なのか 7G なのか、そういうのって絶対、はい、絶対にありますよね、はい、でその時に工事する無線の、うんうんうん、資格とかあるんですね、うん、でも少ないんですよ、そういうのって。なるほどね、そういう人たちを僕たちの会社は囲ってますよと。そうですね、だからその権利持ってるから手堅いですよ。おっしゃる通りです。そういう手堅い系が人気なんですね。手堅いのに好きですね、日本で。いや、そんなこと言ったらね、じゃあ塾は全然なんじゃないですか。塾は逆にその少子化によって一人当たりの教育費が単価が上がってるんで、ほうほうほう、逆にクオリティを求めて金が集まるっていう感じだと思いますね、うん、なるほどね、はい、オンラインとかもあるんで、うん、それの DX による透明化、うん、もうやっぱり親御さんとか見てると思いますし、うんうんうん、誰でもできるっていうのが手堅さののなるほど、もう一つの軸かなと思いますね。M&A センターで働いてると、はい、モテるんですか。モテそうだよね、だって年収高そうだからね。そうですよね、ずっと働いてるんで、はい、あんまりコンパしたりとかっていう時間が本当ない。そうなんですね、コリドー街とかにいないんですか。います。います、ね、います、います、ね、コリドー街行ったら M&A センターの社員落ちてるんですか。名刺を武器にしてる稼いでない人たちがいっぱい。ああ、なるほどね、はい、入りたてで、はい、よっしゃこれで M&A センターの名刺切れるみたいな。そうそうそう、M&A センターが年収が高いっていうのが分かってる女子っていうのはどんくらいいるんですかね。結構知ってると思いますよ。もう見てるのかな、みんな。コリドー街に行く女の子っていうのは絶対ググってから行くと思います。なるほどね、はい、誰がモテんのコリドー街では。さすがにゴルマンサクスとかはモテると思いますけどM&A センターでモテた経験はないですか。はないです、ね、あ、なるほどね、ないですか。いや、本当にないですね、あの、モテなかった。本当に稼いでる人っていうのは忙しすぎていないから、じゃあ出会ってもそんなに稼いでない人だよ
ってなっちゃうわけですね。なるほどね。本当に稼いでる人は市場に出てこない、これ領外で遊んでるわけがない。で、あと結構脱落人がする人が多いって聞きましたよね。多いです、多いです。とりあえず M&A センターに転職はするんだけれども、なんかすごい離職率が高いって噂聞いたんですけど、どうですか？離職率は、まあ、確かに高いんですけど、ただ意外とそんなこう不満も辞めるというよりは、M&A センターも結構その成長が早いじゃないですか、会社として。だから時間の流れが早いんですよね。ほうほうほう。そうするとこれ以上一緒にいてもお互い不幸になるっていう。ああ、なるほどね。はっきり本人にも話しますし、僕らも言いますし、合わないんだったらいち早く辞めて、35とか40になっちゃったらもう辞めれないじゃないですか。なるほどね。そういう話をもう次々しますね。大丈夫っていう。主軸の人は辞めないので。なるほどね、はい、じゃあ徳子さん、ついていけなくなったんですか？どうしたんですかって。私はやっぱりこういった林社長の出会いですね。世の中にさらに付加価値のある発信をできるんであれば、これも独立するしかないなと思って、いろいろきっかけがあって退職することになってしまった、ね、だから実力は確かで、独立組なんで、僕がちょっと声をかけさせていただいたということなんですけど、はい、フランチャイズチャンネルの視聴者に どんな情報が役に立つのかね。私がその最初じゃあ売りたいなっていうふうに考えた時に、ネットで調べてもやっぱり分かんないんですよ。あまりにもクローズドすぎるところなんで、こう例とかも全然出てこないですし、まず探し方とか、あとはその決算書がすごいいいって私は言ってくださったんですよ。この決算書はすごい売れやすい決算書だし、すごいこれならいけますと。売れやすい決算書ってのはどの辺がそう思われたんですか？もう石田さんに関しては、もうシンプル、もう量がないんですよ。ほう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 。難しい決算書ってやっぱいろんな、これなんですかとかっていうのがちょっとわからない、石田さんはもう誰が見てもわかるような、要は足し算しか載ってないみたいな感じのイメージの決算書で、収益も出てて、でご本人がの希望金額が、真っ当だったんですね。ああ、なるほどね。法外じゃなかったか。そうですそうです。なんか3億とか言われたら、こいつアホかとか思う。そういう事例もあるんですか、やっぱ。いっぱいあります。石澤さんの問い合わせフォームにしたっていう行動は、いや結果良かったけど、実際はどうなの？実際はやっぱりもっと慎重で、みんな、やっぱりその例えば私の前職でも600人というコンサルタントがいて、その中で部長って20人、営業部長だと20人ぐらいかな、しかいないわけじゃないですか、そうすると石投げて当たる確率としては非常に低いので、やっぱり皆さんはやっぱ紹介が多いし、知り合いだとちょっと気まずいっていうのもあって、例えばその紹介してくれたのにこ うまくいかなかったり違うところにしちゃったって言ったら申し訳ない、断りづらいとか、その提案した額とかに、石田さんこんな儲かってたのかね、か思われたもんね、とか、そんな額希望するのとか、なんかこう知り合いだからこそ言いにくいところがあったんで問い合わせフォームにしました。あ、確かに問い合わせフォームは本来ダメだよね。最低限のクオリティは担保されるじゃないですか、名前もあるし上場もしてるし、でそういう教育をしてるんで、コンサルタント個人に属するところも多いので、やっぱり本来であれば複数の人の話、会社はちょっと看板落ちるけど、あれこの人一番信頼できるなみたいなパターンもあるんで、なるほどね、なるほど。石田さん本当竹川さんにやってもらってよかったと、会ってよかったと思ってますし、僕も確かな人だと思ったし、ありがとうございます。まあ、これからね、情報発信すれば竹川さんのなんか人柄とかこの知識とかも分かってるし、ここの問い合わせフォームに来てくれれば、竹村さんも詳しくないわけないんですよ、はい、かなり高社売却とかね、いろんな M&A やってますし、竹村林、そして竹川さんが関わるし、石澤さんも窓口になっていきますんで、はい、どこに問い合わせたらいいかわからないって言ったら、一応ここはね、大丈夫な問い合わせフォームなんで、ね、問い合わせフォームで行くのはどうなんだどうなんだって言っときながら僕たちは問い合わせフォームを進めるんでね、はい、一応そういう、なんとなくね、どんな人が対応するか分かった方がいいよね。そうですね、本当に誰になるかがお茶するまで分かんなかったので、確かに、はい、ですよね。というわけで、フランチャイズチャンネルの視聴者さんに役に立つ M&A の情報っていうのはね、どの辺のあたりかっていうの手探りなんですけども、ぜひ皆さんね、こういうテーマを扱ってほしいとかね、こういうことが知りたいっていうね、コメント欄にお待ちしてますんで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。